金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は海賊武装4やっていきたいと思います。よろしくお願いします。NS ロビー編入りましたね。まずはフランキーを倒して戦闘を進めていきましょう。結構確かね、敵が多かったんだよね。なんでちょっと時間がかかるかもしれませんけども、行ってみましょう。とにかくね、大急ぎで倒していけばすぐ出てくるし、急げ。あれはロビン？何してんだ？そうか、NS ロビー編はロビンが重要な立ち位置に入手を決まったけど、今は顔が先だ。何が何でも奪い返さなきゃならねえ。終わりです。どこだ？流れ星、で、リーダーが出た。どこだ？俺たちの船を修理する大事な船なんだ。返してもらうぞ。向こうまで行かせるわけにはいかないから、行きそうなやつから倒していきましょう。ちょっと待ってよ。待ち伏せしとけばいいね。うん、どうせ行くにはここを通らなきゃいけないって。はい、終わり。あと2体どっちか行けるね。オッケー。ちょっと待って、レディのためにも必ず。終わり。殺す。機能で地獄。じゃあ、あ、リーダーがいる。リーダーを倒してからね。レディ、金奪いそうだったのに、ひどい目に遭いました。じゃあ、あとはフランキー出てきた。今やってやる。ここはサクッとやっていきましょう。キツが親玉か。この金を狙って、クソ、絶対に渡さねえぞ。お、これは俺たちの船を直す大事な金なんだ。お前らの相手に渡してたまるか。残念ながら世間じゃ海賊から何を奪おうと罪に問われねえのよ。はい、最終だ。覚えときな、俺に逆らっちゃ生きていけねえぜ。男ウソップ受けて立つ。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間をお前はこんなところで見殺しにするか。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ゾップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小牧野よ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ。
手だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。めったなこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。だから俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー D ルフィー、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。早くも俺には8000人の部下がいる。命が惜しけれ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことくらい知ってる。やばい、おしこい。早くもお前を倒してメリー号はもらっていく。どんな手を使ってもない。やってみろ。いけた。ゴムゴムのバズーカもらったぞ。お前の衝撃メリー号はお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。